違いない。この前の戦いで、正尺は最後の最後で私を突き飛ばして、何も残さなかった、あいつ。痛いのが苦手だから、この量で足りるかな。後でもう少し借りてこよう。アジタの借金を返すまでには、まだ時間があるから。アジタ？貸し主はもういないのに、まだそれを気にしてるの。いいんだ。もともと利子をつけて、その墓に埋めようと思ってたし。私もすべきことをしなければならない。ただ、これで借金がまた増えてしまうかもしれない。老朽であなたにお金を貸す人は、別に返されることを期待してないと思うけど。そう言わないであげて、コラリ。傷つくでしょ？とにかく、こんなにも好きな飴があるって少女が知ったら、きっと喜ぶと思うよ。もしかしたら、今は私たちの後ろで美味しそうに食べてるかもしれないね。おかしい。本当に飴を食べてる音が聞こえた気がするんだけど。確かにそうかも。あ、やっぱり少女も私たちに会いたかったんだね。そんなの。ドニグル？あんた、ドニグル。10まで数えるから、それまでに返して。6。次は2だけど。今のドニグルは普通の犬だし、人間の言葉も数字もわからないと思うよ。そうじゃなければ、奴の性格だと、とっくに尻尾を振って謝ってるはず。1。ワンワン。あ、待て！明かりが追いかけてる。今のドニグル、本当に彼女の相手になれるのかな？昔のドニグルだって、明かりの相手にならないでしょ。それもそうだね。私たちも行こう。白球さんに会いに。来たんだね。白球さんが今演奏してた曲はゆったりとしてて心も広くて、まるで空の上に立って老朽全体を見下ろしてるみたい。うん。セルマが頭を悩ませてるなんて言うから、どんな音楽か気になってたけど。白球さん、今のはなんて曲？すごく綺麗だった。お褒めに預かり光栄だが、これは私が気ままに作ったものに過ぎない。実は琴を弾くのは久しぶりで、確か昔琴を弾いた時は正尺が隣に座って静かに聞いていた。弟子が心を改め音楽の造形を深めたのかもしれないと思った私は、彼女に感想を聞こうとしたんだ。しかし、私が質問するよりも先に、彼女は小声でこうつぶやいたのだ。師匠がまた綿打ちしてると。さすが少尺。普段の少尺はいっつも師匠師匠って言ってたのに、そんな一面もあったんだね。七術の中、いや、この老朽では、私の冗談を多く口にするのは少尺だけだろう。確か、とある術の集会の話だ。さまつなことで少し遅れた私は、慌てて入り口まで駆けつけたんだが、その時に、弟子の明るい声が聞こえた。彼女曰く、あかり姉さん、焦ってもしょうがないよ。師匠は足が短いから歩くのが遅いんだ。ここは多めに見てあげよう、と。その後は、私の場合、悪口が自分の先生にバレたら、お小遣いを減らされる上に、1週間も実験室の掃除をさせられるんだけど。その後、私が中に入ると、得意げに話していた彼女は、呆然としてその場に立ち尽くした。
部屋の中はとても静かで、ドニグルでさえ息をする勇気がなかった。サフライだけが真剣な表情で私を頭からつま先まで観察し、ため息をついたんだ。さっさが明かりと言うべきかな。いや、何でもない。続けて。弟子が嘘をごまかす前に、私は彼女を見て、先ほどの諸君と同じように、抑えきれないほど笑ってしまったよ。それは、私が滞在を犯した後に、初めて心から喜びを感じた瞬間だった。うん。少女は人を喜ばせる方法をいろいろ知ってるから。ああ。ところで、白球さんの咳は、もう治ったみたいだね。ああ。罹患の術相が老朽から消えた今、影縛りによって生まれた持病もおのずと消えてしまったよ。待って、まさか影を操る能力を持ってる術はもう普通の人間になってるってこと？あんまり良くない例えだけど、ドニグルと同じように？その通りだ。罹患の術相はすでに歴史となり、行動のアストラルリングも少弱の手によって解体された。術が100年も背負っていた能力もおのずと消えていく。しかし何事にも例外がある。サフライにとっては今までのあらゆる束縛から解放されたことになる。武勇だけで見ると彼女はより強くなったと言えるだろう。そして私に関してはもちろん、ただの凡人でしかない。どの道、これはいいことだ。私は持病に困ることなく、セルマの体も徐々に元へと戻っていく。つまり、セルマはいろいろ不便そうに見えるけど、本当はもう大丈夫だってことだよね。ああ、きっとあと数日もすれば、彼女の体は100年前と変わらなくなるだろう。よかった。ああ。御影七術は影によって生まれたが、今や諸悪は消えた。私たちは悔恨を抱えて死ぬことなく、むしろ長い間師匠を務めていたというのに、結局のところ弟子に守ってもらうしかなかった。我が弟子少尺は何をするにも根気がなかった。私と一緒に医学を勉強したのは、彼女が売っていた不粋をよりうまく宣伝するためだった。たまに古書から難解な言葉を見つけても、占いの時に人を騙すために使った。彼女はいつも得をするためにさまざまな理由をつけて、私たちの財産を自分のものにしようとした。値切りした後の利益も、支払った後のお釣りも、彼女は決して見逃さない。苦労も疲れるのも嫌で、苦血を少し口にしただけでため息をつき、サボれるように体調が悪いふりをする。だが、まあいい。元には戻せない以上、話しても無意味だ。彼女は根気がなかった。今日はいい日だ。諸君も私と一緒にあそこに行ってみないかい？白球さんが言ってるのは、あの最後の戦いと関係がある場所？ああ、私はまだ少し私情があるのだ。それはあなただけじゃないよ。ああ、コラリーが言いたいのは、つまり一緒に過ごした時間は短いけど、私たちも少弱の友達だってこと。うん、一緒に行こう。それならよかった。
とっくにゴミ箱に捨てられたかと思った。どうしてこいつをここに残してるの？ただの殻だからだ。宿る意志によって器具が変わることはない。同じように意志も体を壊すことで消えはしない。それに一応これも旧友の遺物の一つだからね。旧友？アジタのこと？ああ、その通りだ。でもあかりから聞いた話によると、アジタが老朽に残したものは数えきれないほどあって、いろんな倉庫を埋め尽くしてるはずだけど。確かにそうだ。しかし少し傲慢かもしれないが、これの本当の意味は、かつての私が大きな自負を抱え大罪を犯してしまった証なのだ。もしかしたら別の意味もあるのかもしれないね。ん？素形の儀の残りである。それは七術が100年かけた心血、そして必ず成功する計画を諦めるまでは無実の人に手を出そうとしなかった証だよ。そうかもしれない。しかし結果的に過ちを隠しても結局何の成果も得られなかった。ただ政治でも批判でもどんな意味を与えられるかは見る者の心次第だ。こうしてここに置いておくのもちょうどいいだろう。あれは、よりふさわしい場所で保管するためにたくさんの人がリトストの遺物を引き抜こうとしたって親切姉さんが言ってたよ。え？じゃあどうしてまだここに残ってるの？老朽にも桜花にも引き抜ける人間や機械が存在しなかったからだよ。王を選ぶ剣か何かかな。おかしい。リカーの術装が消えてドニグレも普通の犬になったのに、リトストが残した遺品はむしろ消えにくくなったの？まさかリカーの術装が消えてもエイタンと深い関わりを持つリトストは何らかの形で存在し続けるってこと？それは考えすぎ。ここ数日の測定結果によると、水質を除けばエイタンは普通の湖と何の違いもない。でもリトストの遺品は消えてないどころか誰も引き抜くことができない。彼本人と同じくらい堅くなにここを守ってるみたいだね。リトストは何かを待ってるのかな。かつてのリトストは正尺が運命の檻から逃げられるように道を出現させた。しかしその時の彼女は何かの理由で離れる機会を手放した。結局今は彼女が去ったことによって私たちの願いが叶ったと言える。君の残りわずかな痕跡を数日もこの世に残しておいたのは、君たちによって変わった故郷を見届けて欲しかったからだ。わかっている。君の性格なら、きっと私のやり方に賛同しないだろう。しかし、何はともあれ、君の滞在は、今確実に跡形もなく消えている。久しぶりだね、古き友よ。最後の別れを告げよう。さようなら。君が永遠に忘れられるように。ねえ、白球さん、今のってどうやったの？まさか夢追い人の故郷の機械よりもすごい力を持ってるの？ただの偶然だよ。なんだ、伝説みたいにリトストがあらかじめ白球さんを選んだから剣を引き抜けたんだと思ったのに。罹患の術装はすでに消え、彼の最後の恐怖も存在しなくなった。それなのにどうすれば彼の剣はその選択を維持できるんだい？でもそれならどうして私たちの前にある栄丹は昔と同じように黒いままなの？本当に水質が違うだけなのかな？
そうだね。どうしてだろう、リトスト。その名前自体が一つの答えなのかもしれない。人が死んだら、もう何も残らない。魂が消えて、大事な人たちとは永遠に別れる。来世もあまり望めないだろ。だからこそ、怖いんだ。ただ、もし小尺を、老朽の大英雄にする機会が、本当に存在してるのなら、やってみなきゃ。もったいないだろ。白球さん、この地に戻るたびについ考えにふけってしまうんだ。気にする必要はない。あれ、白球さん、あそこのものは前からここにあったの？昨日ここで琴を弾いた時はこの旗はなかったはずだが。つまりあなたがここを離れた後、誰かが置いたか。今まで誰もがその存在を無視してたかのどちらかだね。いろんな角度から見ると後者の可能性はすごく低いと思うよ。巨岩の島は救助任務のスタート地点だから、とっくに隅々まで調べ尽くしてる。でも誰かがわざと置いたなら、当時の核が使ってた武器を置くなんてどんな意図があるのかな。確かに変だよね。一番目立ったところに刺した方がいいのに。ん？こんな風にね。ほら、こうすればこれから巨岩の島に来る人はみんな一目で気づくでしょ。これを見たら私たちの大英雄小尺を思い出す。うん、いい感じ。悪くないね。次は同じように今まで見つけられなかったものはないか、この辺りを探してみようかな。せっかく来たんだし、何かをしておかないと落ち着かないもの。あかりみたいに？別に間違ってないかも。じゃあやってみようか。白球さんも一緒にどう？私のことは構わず、行ってくるといい。最初に君を弟子にしたのは、老朽のために詐欺師の一人を更生させたかったからだ。しかし結局君こそがこの老朽で最も誠実な人だった。師として、いや、私のせいで君に多くのものを背負わせてしまった。七術の中で最も有名無実なものは、初めから私だった。今はみんなの邪魔をしない方がいいよね。この辺りを探してみよう。本機は目標地点に到着しました。
まもなく2回目の捜索を開始します。ヘリア、ちゃんと見てて。わかった。夢追い人、そっちで何か見つけなかった？今のところは何もないよ。想定内だね。こっちも特に進展はないよ。そういえばコラリーは最近ずっと部屋にこもって無人機の改造をしてたんだ。無人機に新しく追加された機能を見る限り。ヘリア、無人機の作業中は大声を出さないで。コラリーは重要なものを見逃したくないみたいだね。夢追い人、また後で話そう。セナ。これは私たちが琥珀街に着いたばかりの時？うん。少女は忙しそうにしながらも私たちをもてなそうとしてくれたよね。そしてヘリアとコラリーは投げナイフチャレンジの屋台で恐怖を集めてた。その後少女は私たちと一緒に桜花に行ったでしょ。驚きすぎて目を大きく見開いてた彼女は今でも覚えてるよ。まるで瞬きでもしたら老朽に戻されるんじゃないかってくらい。彼女は長い間老朽で暮らしてたからね。それに、まあまあ、何事も意のままになるわけないだろ。人生は楽しむのが一番。惨めな生活を送ってたらすごく損することになるじゃないか。ところで、あなたも同じ感覚を持ってるのかな？知り合ってからそんなに時間は長くないけど、私たち5人は何をしても結構息がぴったりだったよね。なのにどうして私たちは集合写真を撮ろうと思わなかったんだろう。写真はどこでも撮れるし、いつ撮っても遅くない。だから次でも大丈夫だって思ったのかな。少女は私の4人目の友達なの。友達同士ならちゃんとした写真がないとダメでしょ。もう少し時間をくれる？必ずみんなを本物通りに描くから。うんうん、本物以上に綺麗に描くから。うん、それじゃあお願いね、セナ。何の楽曲も作れないのに、まだこうして格好をつけるとは、見苦しいところを見せてしまったね、夢追い人。もし君も巨岩の力を持っていたとしたら、君は自分のせいで生まれた偽物をどう思う？いや、少し昔のことを思い出しただけだよ。かつて巨岩の島に足を踏み入れた少女は、こんなに堂々とした場所がただの檻として使われることに驚き、似たような質問を私にしてきたんだ。もし偽物が作られた時に期待された役割を発揮できなくなったとしたら、それを壊してもう一つ作るまで偉業を成し遂げるために何事にもこだわってはいけないと、私は彼女にそう伝えた。その答えを聞いた彼女はすぐに笑い出し、大口を叩かないでと私に言った。師匠がどんな答えを考えたって、偽物を壊す時にならないと、それが自分にとってどんな意味を持つのかを理解できない。そうだろ？不甲斐ない私と比べて弟子の方がよっぽど人生を理解している。少女、白球さん、さっき私たちが見つけた旗も偽物だったりする？どうしてそう思う？行動のアストラルリングの天罰と少女の類似の技のおかげで罹患の術相は全て消えた。それなのに無双の層の
武器だったものは。世の中の真偽は全て人次第だ。これが虚偽であるかどうかは最終的に正尺の運次第かもしれない。もしかしたら全ては100年前と同じように、あるいはその真逆かもしれない。あくまでバカバカしく極めて贅沢な私の願いだ。正尺自身の話を借りるとこの時に打ち明けたら、むしろ天意に逆らうことになるかもしれない。あまり進展はないけど、みんなは明らかに諦めてない。もう少し何かをしよう。もう少し探してみよう。すべてうまくいく。力がないなら別のポーズを取ったらよかったのに。一番うちの勢いを出せるのはそれしかないんだよ。もし彼女がここにいたらきっとこんな風に話すんだろうね。何を？ん？ほら、砂利がたくさん詰まってるから綺麗にするのに少し時間がかかった。とにかく気にしないで。だから、これは彼女のものでしょ？物語を語るものとして、うちが保証するよ。彼女はもう自分の答えを見つけてるって。舞台やお姫様の衣装がなくても、彼女には会いに来てくれる人がいる。だから、感動とそれを記念するために、その少女がうちにお願いをしたんだ。選別として、お姫様の衣装に釣り合う王冠を、友人に送ってあげてってね。彼女は、受け取ってくれるかな？うん。確かにこれは、正尺の髪飾りだね。彼女があの長い落ち物の中で、私にくれたプレゼントだよ。ありがとう、コラリー。大事なものなら、ちゃんと思ってて。遠慮はいらないから。もう、コラリーったら、いつもいいことをしたのに悪いことみたいに言うんだから。あなたが止めてなかったら、私は本当に汚れた髪飾りをそのまま弓追い人に押し付けてたよ。そうだとしても、きっと彼女は喜ぶと思うよ。まあいい。彼女の師匠に伝えに行こう。
まさか弟子の送れなかった贈り物が巡り巡って君のもとに来るとは。天意というのはやはり面白い。諸君は知らないかもしれないが、我が弟子はかつて人の臨終に対する感想を私に語った。あんなに死ぬのが怖いのに、そんな話もするの？きっかけはもちろん私が意図的にそう導いたからだったが、罹患の術相を敵に回すとなると、いずれ死に別れるような惨状を見届ける羽目になる。死を恐れる者は命の貴重さを一番感じられるというが、彼女が気にしていたのは私が予想もしていなかったことだ。変なことを気にしてたのかな。彼女曰く、魂だけの存在になった時に毎日供え物を食べられなかったらどうしよう。悪霊につきまとわれたり、メイドで迷子になったりして、最終的に誰も覚えていない幽霊になるのが怖いと。もちろん一番怖いのはやはり未練があることだと言っていた。例えば食事をする前に死んでしまったとか、笑っている途中で亡くなったとか。うん、確かにそれは性弱らしいね。変だね、何の音だろう。はあ、一体何の騒ぎ。音は確かあっちからみたいだね。待って、あれは